おはようございます。今朝は阪神魚崎の駅から朝のご挨拶をさせていただいております。今日は市民相談室から一つお話を拾ってみたいと思います。先日お越しになられた方は小倉登山でご一緒されている高齢者の方です。ちょっと、お怒りモードで私のところへやってこられました。そして小倉神社へ至るあの素晴らしい小倉神社の参道に、ところどころにまだ残っている大きな大木が今次々に切られていると。どうしてせっかくあんな大きくなった木を切ってしまうんだろうと、神戸市は一体何をしてるんだという形で怒ってらっしゃいました。そこでこれはどうしてこういうことになったのかなということをですね、神戸市、それからこの山を管理している国土交通省はですね、ちょっと確認をしました。そうしましたらですね、実は大きな木もですね、六甲山はもともと原生林ではなくって、もともとはげ山だったんですね。江戸時代から明治の初期にかけて、煮炊き物をするためにみんなこの薪を取ります。それから昔は山火事になってもですね、ヘリコプターで消火などできなかったので、もう燃えるに任せてたということで、六甲山もう四六の写真で残るのを見ても、もう一面の 丸裸の影山だったんですね。そこにですね、近代になって植林をして人の手によって今のような姿になってるんです。そしてこの前の広島のですね、悲惨な崖崩れでも皆様おなじみなように、ここ六甲山も花崗岩質の上にマサドという氷土が乗っているという、よく似た地形でございますので、比較的その土が浅いんですね。大きな木がですね、根を張りますとやがて斜面の重力に耐えきれず木が倒れます。そうしますと根っこと一緒にそのガサッとこの氷土が剥がれて、それが原因で土砂崩れ、怖い場合は土石流の原因にもなったりする。もともと人の手が入った森ですから、常に手を入れ続けなければならない。むしろあまりにも木が大きくなりすぎるまで放っておいた方が問題だったんですね。なんかちょっともったいないような気もするんだけれども、今そういう形で、森の管理、六甲山の森の管理を順次進めているっていうのが答えでした。ここをですね、しっかりとちょっと市民への広報が足りないのかなと思いますけれども、六甲山、私たちがいかにして次の時代にこの六甲山の美しさをですね、受け継いでいくかという今大きな分かれ道に立っています。この森の管理ということに手間がかかる、お金がかかる、だけどやっていかないといけない。やっぱり私たち市民の理解と、そしてしっかりとしたですね、行政のですね、森の管理というものが、一体となって進んでいかないといけないのではないかなと。六甲山に育まれた私たちの町東灘は、特にこの六甲山の維持管理ということについてですね、関心を持っていかないといけないなと思っています。今日のこのお話はまたこのご相談者の方にもしていきたいと思います。これからもね、六甲山の身近な自然についてもいろんなところからレポートをさせていただきたいと思います。今日もお気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございました。